はいどうもこんにちは、山本流星と申します。BTS の J-HOPE さんを占ってみたいなと思います。内容は、性格とか才能ですね。そして今後どうなっていくのかっていうのは、占っていきたいなと思います。で、占いにあたりまして、私が開発しましたオリジナルの占いのシステム、鑑定プログラムと呼んでるんですけども、それを使って、占っていきたいなと思います。今ね、この画面に表示されているものです。これを最初に言っとかないとですね、この画面は一体何なんだとなっちゃいますので、一応毎回オープニングで言ってます。ちなみに今ね、この動画をご覧になられているあなたもですね、この動画でやっているように、同じように占うことができます。この動画のですね、概要欄にこうリンクがありますので、こちらクリックしていただけましたら、かなり安い値段で使えますので、ぜひご利用ください。例えば自分の人生の流れとか、この動画でやってるみたいな感じなんですけど、あと結婚したらまずい時期あるんですよ。これから結構当たるんですけど。で、あとね、晩年危険な時期とかね、全体的にそういう、なんていうかな、危ない時期とかがよく分かったり、病気しやすい時期とかね、そういうのが分かったりします。興味があったらよかったら、使ってみてください。はい、では、行きましょう。で、これが J-HOPE さんを占った結果なんですけど、皆さんが使う鑑定プログラム上にはこちら表示されません。あくまで今この撮影用に表示させるだけなんですけども、そうですね、ちょっとまとめたのがあるので、それを表示させます。大胆さと繊細さを合わせ持ったような、性格、クリエイター表現者、感受性が強く学問や芸能面で才能を発揮する、時代や、流行に敏感、詳細あり、日座中殺っていうんですよ。で、日座中殺っていうのは、その平均的な家庭を持つと異常が出やすい。例えば、普通に、なんていうのかな、一軒家買って、みたいな、こう、家族、子供が何人かいて、みたいな、そういうのじゃなくて、例えば海外でこう、生活するとかね、ちょっとよくある、その一般的な家庭を持つと、異常が出やすくて、そういう逆に、ちょっと特殊な環境の方が、むしろ、異常性は出にくいっていう風に言われたりするんですよね。日田中殺っていうのは結構特殊で、で仕事で成果を出す人が多いんですよ。優秀な人多いんですよ。で、結婚向きじゃないとも言われるんですね。困難エトとも言われてて、で中でも結婚しない人も多いし、で破綻する人もいたりしたりするし、だからね、結構家庭仕事に関しては成果を出すんだけど、家庭面に関してはちょっとうまくいきにくいよねって言われてるのが日田中殺なんですよ。でそれで、なかなか特殊というかね、うまくいってる人ももちろんいるんだけど、で、だから BTS の中でもちょっと他のメンバーとは一味違ったタイプの方なんじゃないかなというふうに、あくまでも占った結果を言ってるだけでしかないんですけど、はい、ですね、はい。ちょっと見てみて思うのは、そうですね、かなりその、なんだろうな、そうだね、繊細なところがあるというか、怖がりとか、なんだろうな、傷つきやすかったりとか、あとそうだな、かなり見た目がいい人なのかなっていう感じがしますけども、繊細さと本当大胆さを合わせ持ったような、本当に頭の回転が早いんじゃないかなとは思いますね。じゃあちょっと中身見ていきますね。あと怪我しやすいし病気しやすいですね。はい、コツコツ努力家、やっぱここですね、やっぱ頭の回転が早い人なんじゃないかなとは思いますけど、そう、直感力ね、感受性の強さ、あとストイックですね。クリエイティブなことをした方が、このタイプの人はね、いいというか、作詞作曲とか、あと実際にパフォーマンスするとかね。やっぱここら辺は、あとここね、西田中殺の人の特徴としては、芸術系なんですよ、西田中殺。男性よりも女性、特に女性だと、男の思い通りにならないって言われてて、アーティスト系ですね。J-HOPE さんに関しては。はい。やっぱ芸術系の才能に溢れてますね。はい。で、あと手先器用で、痩せ型多いですね。スラーっとした人に、背が高くてスラーっとした人に多いっていうのと、かな。学問芸術系で、あと怪我しやすさっていうのがあるっていうのと、そんなとこかな。やっぱそうですね。ここね、やっぱ、体調面がちょっと気になりますね。はい。あと、そうだ、危険な時期を見ると、皆さんもだから自分の鑑定プログラム、これ使うときに一番見てほしいのはここなんですよ。この危険な年で、ここよく当たるとこなんですよ。で、ここに書いてるとこに結婚しちゃダメなんですよ。結婚とか引っ越しとか転職とかすると、後々うまくいきにくい、破綻しやすいのがこの年なんですけど、
まあ、J-HOPE さんはちょっと先ですね。はい。で、まあ、自己怪我。で、晩年、ちょっと、ここの病気とかね、の精神面でやられやすい時期。で、ここ晩、あの人間関係の衝突。ここ晩年危険な時期ですね。はい。人生の流れはこんな感じ。やっぱスターの流れなんですよ。ここ、前半強い人っていうのはやっぱスターに多いんですよね。あの、BTS 全体的に見ても、やっぱこの流れの人結構多かったですね。やっぱこの、若いうちから強いっていうのがね。はい。ラッキーカラーは、この水色、青、緑ですね。自分を強める色です。で、これはまあ1年ごと占ったものなんですけども、ちょっとまとめたのがあるので、ちょっと表示させます。人生はね、さっき見てもらった通り、あの、若いうちから強かったですよね。で、まだまだ絶好調です。2019年から10年間っていうのはまあ、売れる時期なんですよ。で、今期でもあるので、あのここら辺で結婚とかいいんじゃないかなと思いますね。するんじゃないかな。で、BTS はですね、2022年に活動休止発表しましたが、他のメンバーと違ってですね、まあ何人かあのフラグある人もいるんですけど、まあ J-HOPE さんに関してはフラグはなかったです。で、今後もしばらくはね、普通にいい感じかなと。はい。特に、うん、まあ言うことがないというか、はい。まあ、まずここ、ここからね、やっぱ、まあ、てかずっと強いんですけど、うん、まあちょっと転換期でもあるんですけどね。はい。ただまあいいですよ、ここは。うん。ここでなんかこう心機一転というか変化があるはずなんですけど、はい。まあでも売れる時期かな。はい、うん。そうですね。特にねフラグがないんですよね。はい。もうまだまだ全然ほらいいんですよね。はい。もう全く特に、うん、まあ言うことないかな。はい。っていう感じですかね。はい。ということで、BTS の J-HOPE さんを占ってみました。まあ、このような感じで皆さんも、自分の人生の流れとかね、そういうのが分かったりしますんで、よかったら、この動画の概要欄から鑑定プログラム使ってみてください。今後もいろんな人を占っていきたいなと思っておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上、BTS の J-HOPE さんを占ってみるでした。ありがとうございました。